灘地駅は、新潟県上越市灘地区灘地大町あざ、町田道下にある、越後ときめき、鉄道日本海ヒスラインの駅である。あとに、北陸本線となる区間のうち、米原と山間は、鉄道敷設法の第1期線に指定されていたのに対し、富山、名江妻は、第1期線ではなく、地元の建設促進の陳情にもかかわらず、鉄道の建設は遅れていた。 1906年1月の帝国議会での協賛によりようやく富山、直江妻に着工されることになり、路線の両側から工事が進められることになった。1911年7月1日に、名田地直江妻が開通し、まずは終着駅として、名立駅が開設された。鉄道開通が遅れていた、この地域の人々にとって、駅の開業は大きな喜びで、 名立神城高等小学校の運動場で盛大な祝賀会が開催され、夜は長鎮行列で賑わったと記録されている。続いて1912年12月16日に名立糸井川館が開通して、名立駅は中間駅となり、さらに1913年、大正2年4月1日に青海糸井川館が開通したことで、北陸本線が全通した。 当初の名立駅は名立子地まり港の近くに設置され、大技灘地小泊229番地のにに所在していた。当初は客家とも少なかったが、北陸本線が全通する頃になると、かなりの利用を見せるようになった。当駅に発着する貨物で特徴的なものとしては、発送品として鮮魚が挙げられる。毎年4月から9月まで、商大、サバ、 イカなどを氷詰めにして発送していた。1954年に新しい漁法が導入されると大量続きとなり、サバ、アジなどを全国に出荷するようになり、1日に26両の貨車を送り出したこともあったという。しかし1960年頃にはこの新しい漁法も衰退してしまった。この他に年間800トンに上る炭の出荷が行われていた。 また、名立町内には急に用いるもぐさを生産する工場があったことから、到着品としてはその材料となるよもぎが多く、貨物扱いの廃止まで続いた。名立駅を利用する旅客としては、直越や高田方面へ、鮮魚の行商へ行く女性がかつては多く見られていた。名立の行商の最盛期は、昭和30年代から40年代にかけてであったが、 駅が移転して遠くなったこともあり衰退した。かつての名立町は西区引郡に属していたものの、生活圏としては上越市側に属していたことから、駅の利用客の多くが上越市方面への通勤通学客で占められるようになっている。糸井川、直江妻の北陸本線は地滑り、雪崩、積雪、風水害などの災害が相次ぐ区間であった。 1963年1月12日からの大雪では約1ヶ月にわたり北陸本線が不通となった。さらに同年3月16日16時過ぎには農町小泊において大規模な地滑りが発生し農駅を出発した直後であった鶴ヶ初直越駅7両編成の普通列車が崩壊区間に突っ込む事故が起きた。地元の住宅約30戸が 地滑りに巻き込まれて全壊し、死者2名、行方不明者2名を出し、機関車は日本海まで押し流されたものの、列車の乗員乗客約150名は全員が無事であった。この災害により20日間にわたって北陸本線が普通となった。こうした防災上の問題点を抱えていたことに加え、この当時北陸本線の輸送需要が増加しつつあって、線路容量の低い、 この付近がアイロとなっていたことから早期の伏線化が望まれ、1963年6月14日に伏線化ルートの調査が開始された。この結果、現在線では地滑りの時期も規模も予想困難で抜本的な防止対策は不可能であり、危険度の高い地域を避けて新線を建設する必要があると結論付けられた。 これに基づいて A から C の3つのルートが立案されて、比較検討されたが、灘地駅については AB ルートでは廃止となる構想であった。一方、C ルートは B ルートを灘地付近で海岸側に寄せて、新しい灘地駅を従来より約1800メートル山側に設置するものとなっていた。1963年時点で内陸に長大トンネルを通す計画があることが、 新聞報道されており、また伏線化の調査のための地質調査が相当内陸まで実施されていたことから、地元では線路が内陸に移転しトンネル内となって駅がなくなることへの警戒感が広まり、翌1964年3月には反対運動を進める反対対策会議が結成された。特に長大トンネル案では駅が失われる町では強い反対があり、 周辺市町村にも働きかけて反対運動が推進された。現在線を複線電化することが要望され、また、新潟県ではトンネル案が実現する場合は、現在線をローカル線として残すという提案もなされた。国鉄が検討した新しいルートでは、より現在線に近くなり、新しい名立駅を従来駅より約800メートル山寄りに設置するものとなった。 これに対して、灘地町では、地形から見て、将来発展するためには、新駅の位置はかえってプラスであるという見方もあり、これに妥結する動きが生まれ、1964年7月12日の町民大会で受け入れる方向に、大勢が決着した。これに対し、廃止予定の筒市駅がある農町では引き続き、反対するとともに、妥結する方向になった灘地町へ、 反対運動継続の申し入れが行われることになった。最終的に、筒石駅は首都トンネルの中に設置することで妥協が行われ、現行ルートが確定した。1966年3月1日に、伏線電化工事の起工式が行われた。浦本有馬川間は1969年9月29日に、新線に切り替えられ、名立ち駅も新駅に移転した。 新たな駅には貨物扱い設備も設けられたものの、1975年3月10日には貨物扱いが廃止となった。さらに1985年3月14日には荷物扱いも廃止となった。1987年4月1日の国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道の駅となった。2008年4月1日に無人化され、 2015年3月14日に越後ときめき鉄道に移管された。直越川ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅上りホームと下りホームの間には停車線路の他に列車通過用の線路が2線ある。一振り方面から直越方面への着発線は首木トンネル内に一部がかかり、直越方面から一振り方面への着発線は なだちトンネル内に一部がかかる構造で、どちらのトンネルも、高校付近だけ断面を拡大して、全路3線を収容する構造になっている。プラットホームの有効長は220メートルある。また新駅に転した当初は、貨物扱い設備を設けており、海側に、高床ホーム10メートル、地平ホーム14メートルを備えていた。駅舎側の乗り場に、直越方面の列車が、逆の乗り場に、 富山方面の列車が発着する。当駅の構内は広くその他駅の有馬の川方から、駅舎空きに側線が分岐しており、車庫も設けられている。当駅の有馬の川方はすぐ、名立トンネル、筒石方はすぐに首木トンネルがあり、駅は両トンネルに挟まれた場所に所在している。トンネルの間は345メートルに限られ、この関係で、 全長60メートルの名立川橋梁の上にホームがかかっている。ホームは駅舎や駅の外から見ると高い位置にあり、ホームと駅舎の往復は階段を上ることになる。ホームから階段を下ったところに駅舎があり、駅舎内には1969年9月に現在地に移転する前の名立駅の写真などが展示されている。駅舎は古駅標準があったとされる鉄骨造り屋根折り、 板吹き平屋建て157.2平方メートルである。北陸新幹線金沢延伸までは JR 西日本金沢支社の糸井川地域鉄道部が管理する無人駅で2008年3月までは簡易宅駅であった。駅構内には近距離ギップ専用のタッチパネル式の自動券売機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は83人である。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。名立の中心部からは南東に500メートルほど外れているが、駅からしばらく歩いて、北陸自動車道の高架をくぐるとやがて、上越市名地区総合事務所が見える。そこからさらに300メートルほど進んだところで海に突き当たり、その付近が名立の島市である。海沿いには国道8号が通過している。 名立駅前バス停、越後の停車場では3月18日と記載しているが、農町資源館及び、北陸本線糸井川、直江妻線路増設工事士が、いずれも3月16日と記載のため、こちらを採用した。ありがとうございます。